はい、ということで岡浩平のモーニングルーティンを、僕と岡くんで一緒に解説していくということで、はい、懐かしいなここ。俺も一番最初住んでましたよ。いい家ですよここは。実際、うん、家賃25万ぐらいでしたっけ。そう、うわ、なかなか住める場所じゃない。顔受けるな。なんかどういう意味服はこれなんですか。これね、寝巻きです。あ、寝巻きなんだ。はい、これあの学生のパンツ履いてるの。学生のパンツ履いてねえだろいやいや、これだって学ランの下じゃないの。スウェットやこれ。あ、そうなんだ。うん、スウェットなんだ。寝るときスウェット派なんで僕。歯磨きの時間短いっすね。うん、カットされてますよこれはかなりかなりかなり。あ、そうなんだ。洗濯機とか自分でやれてるの。もちろん。かっこつけてますね、歩き方が。いいじゃないですか、その自分で撮ってますからね。クローズじゃん、うん、歩き方。やっぱヤンキー感抜けないね。そんなことないよ。ここでなんですけど、今回炭酸洗顔の案件をいただきまして、まあ普段やってないですけど、今回あのビビの洗顔器という商品をこれ水入れたんで、あと炭酸水試してもらったんですけど、どうでした。いや、いい感じだね本当に。なんか炭酸ガスが毛細血管まで浸透することで、血液循環が良くなって老廃物をスムーズに排出するらしくて、老廃物の塊やん。まあね、だからこれ岡くんにおすすめかなっていうか、まあ、女性とかの中でもすごい今流行ってるみたいで、うん、まあ、これ後からあの動画終わった後にまた説明しますけど、これなんかめっちゃさっぱりするよ。やっぱ炭酸水だから。うん、洗顔っていうんだね。これはいいよ。毎日やりたいなって感じ。うん、こっから見るとなんか二日酔いで吐いてるように見えますけどね。まあそれ俺だからね腕太いね、おかげでもこう見るとね。確かに、うん、マリファノの枯葉みたいな服。違う違う違う皆さん悪い服岡くんがね、やっぱ着ることなんて悪く見えますよね。どういう意味。はいはいはい。朝起きて、これちなみに何時なんですか、起床時間は。この日は7時。あ、7時。ほんとだ、7時20分ですね、うん、時計が。あれ、あ、休日ですから。いきなり。いや、もう結構起きてるでしょ。社会不適合者やん。いやいや、起きて10分は経ってるからね。何、冷蔵庫に手かけたの。ちょっと格好つけようかなと。冷蔵庫も低めに なんですね。そう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 、岡くんに合わせてね。そうそうそう、岡くんがでかく見えるような作りなんだ、ね、そういうこと。そういう構成をしてます。赤いソファ。そうですよ、ホストみたいな。なんか悪ホスト。こんなデブおらんやろいや、おるに。おるの。マジでそういう人、なんか悪ホストだなこれ。横に女の子を座らせて。いやいや、そんなことは決して。こんな感じなんだ。今これ何見てるんですか。まさかニュース番組見てる。ニュース番組。マジで。当たり前よ。やば。入れておかないと、ね、情報は。ほとんど知らんじゃん、いつも話したそんなことない。朝からビールか。朝飯も食べずに。あ、僕飲むとき食べないんで。あ、そっかそっか。朝ビーで。あ、まあ、こっからね。まさか休日。日記か。日記なわけ。え、絵です、絵。あ、指輪つけてるんですね。あ、そうそう、朝つけた中指にね。そうそうそう、そこいじってくんだ。横で描こうか、縦で描こうか。そう、まだ何、種も仕掛けもないですよって。うん、そうそうそう、これがバラに変わる可能性があると。うん、そんなわけ。え、実際なんだろう、横に対して線と逆方向で描こうとしてるんですか。頭固いな。え、絵だよ、絵。え、うん、絵なんて描くのいきなり朝起きて。そう、練習。うん、そうなんだ。そう、あ、岡くん彫り師になろうとしてましたもんね。そう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 、まさか彫り師みたいな絵描くんじゃないだろうね。彫り師みたいな絵を描きます今から、皆さんお、桜か。そう、桜。ちょっと長いですけどね。え、一番いらんとこ長いね。まさかのここカットない。え、
え、これカットないの？しかも見えないやん、ちょっとなんかボールペンでやれよって。 俺かこれ。うん、マジで。あれこれ何考えてんの？これカットないの？え、あれ何これ、これ何のモーニングルーティン見せられてんの俺ら。俺ら、まあ俺なんだけどね。え、これあれいつまで続くのこれ。これ尺短すぎて絵のとこ長いな俺。え、もしかしてこのまま絵が続くわけじゃないよね。このまま続いたらことよこれ。やばいよマジ、このまま続いたらもう YouTuber 失格よこれ。そんなはずはなかったと記憶してるんだけど、ね、うん、桜の花びらずっと描き続けられても困るしこっちも。まあまあ、あ、桜じゃないねこれね。あ、ひまわりか。いやいや、もう花ばっかり。え、何を描いてるか当ててください。ビッグノーズなんじゃない。ビッグノーズっつっちゃったよお前。え、これモーニングルーティーンってディスられるとこないよね。え、これ何当てて。あ、分かっちゃったな。何、多分だけど、うん、恋。お、すごい。え、あれ恋だよな確か。恋、これ、これ恋だよ。桜と恋。そう、全然合わんやん。一個確認していいですか。うん、これ何の動画っすかこれ。モーニングルーティンでしょ。モーニングルーティンでこんな長いことある。絵がこれ岡浩平の絵のうまさの自慢大会じゃないのこれ。いやいや、それに付き合わされちゃったんじゃないの。これね、モーニングルーティンみたい。え、これ毎日やってんの本当に。毎日やってる。へえー、なんでそれは。なんかこう、え、なんかね、俺氏の夢なんで。コロナビールアピールしてきたこれ。いや、もう飲みながらね。あ、早送りになったな。あ、早送りね。さすがに耐えきれんかったんだろうね、佐々木君がね。しびれ切れたねこれ。うん、あ、なんかだんだん雑になってきてるやん。違うんだよ。雑雑雑雑雑最後。違う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 、うん、これね、よう見えんないね、こっちから見ると。ちょっと見にくいね。うん、あ、こうやって桜だわ。どこ？あ、桜だよこれ。あ、桜描いてますねまた。いや、じゃあ堀氏の夢諦めてないんだ。いや、もう夢とかじゃないけど、なんか絵描いてると落ち着く。じゃあ別に向上心はないけど。うん。ただもうルーティンとして、うん、また花散らしてますね結構。あ、散らしてきたか。お、これね、何これ。もうこれはね、見てるら分かりますよ。本当はね、絵まで塗り、色まで塗りたかったんだけど、うん、長なるなと思って。また花びらか。違うんだな。なんか文字書いてない。お、よくぞお分かりで。臭いことだけは書いてくれるなよ。見せづら。え、モーニングルーティーンありがとう。この3本の線などですか。これね、滝的なね。はい、ということで岡くんのあのモーニングルーティーンでしたけども、マジやね。マジ。え、あそこで終わるのマジ。あの予定じゃなかったんだけどね。さすがに、うん、ちょっとビビっちゃったな。あの後もいろいろやったんですよ。あの後実際何やったん。筋トレ。そこ映そうよ。そこね、あれ忘れてた。朝起きた瞬間ルーティンじゃん。確かに。ほぼビール飲んで絵描いただけです。いや、そっかそっか。まあそれはさておきね、今回、はい、あの画面にも映ってますけど、炭酸水洗顔ということで、うん、案件いただきましたので、まあ、こちらちょっと詳しくね説明していこうかなと思います。はい、まず、縦サイズ29センチの当商品と市販洗顔器を比較すると、少量の炭酸水で洗顔が可能っていうね、まずポイントですね。うん、そう、だから炭酸水少なくてできると。結構少なかったよ。はい、で商標衣装登録出願中の類似品がない商品ということでね、うん、あの炭酸コスメが年々市場規模を拡大しているので、これからも流行るかもしれないということです。で、顔の形に合った形状の洗顔容器は類似品がないということで、うん、まあ、炭酸水を約 2.5 リットルから 500ml リットルに減らせるので節約になるということですね。まあ、炭酸水意外に高いんで。確かに。で、あと、市販の炭酸水で行えるので簡単に始められると、うん、
そうですね、僕のも市販だったんで。で、こちらね、もともと塗装屋さんが始めたみたいで、塗装屋ならではのこだわったカラーで、なんかラメ加工されてて綺麗なんですよね、このすごい近くで見せてもらっていい？見える。はい。で、まあこちらの商品なんですけど、具体的な、まあ、ユーザーとなると、敏感肌やアトピーなど肌が弱い方とか、あとオーガニック無添加を好む方、あと高額な市販の炭酸洗顔フォームを使っている方、炭酸水を作ることができる炭酸マシン愛用者、老若男女問わず意識高い方、まあ、また高めたい方は簡単に始めれるということです、はい。まあね、こちらの概要欄に貼ってありますんで、気に入った方はご購入いただければなと思います。岡君はどうの、使いたいの今後も？これいい感じ、使いたいですね、はい。ということで、まあ、岡君のね、ちょっとしょうもないモーニングルーティンだったんですけども、今度はね、ナイトルーティンとかいつか撮ろうかなと思いますんで。ナイトルーティンはもう頑張ろうかな。あ、ついに？うん。はい、ということで今日はね、岡くんのモーニングルーティンでした。ありがとうございました。